目的が見えてきました。地球の一員として、社会の一員としての責任をしっかりと果たすために、車を愛する全ての皆様のご期待に応えるために、まっすぐに車づくりの未来へ。三菱自動車ブースにようこそお越しくださいました。私たち三菱自動車が目指すもの、それは走る喜びと確かな安心、そして地球環境に配慮した車作りです。地球温暖化問題に走行中の CO2 排出量ゼロで応える、 I need sports。走る喜びを極めたプレミアムセダン、コンセプト ZT、 優しく澄み渡り情熱に満ちた光が照らし出す三菱自動車の未来をご覧ください。朝の雫のように新しく始まる一日を見つめる緑の光、環境問題に対する三菱自動車の答え、走行中の CO2 排出量ゼロ、ミーブです。その最新の1台がこちらにあります。MIEBとは三菱イノベーティブエレクトリックビークルの略、つまり電気自動車。なぜ三菱自動車が未来に向かって電気自動車を選んだのか、その理由の一つ目は環境性能。電気自動車は皆さんご存知の通り、走行中の CO2 排出量ゼロ、さらに風力や太陽光、地熱などの自然からエネルギーを作ることができる、いわば究極のエコカーです。2つ目はコスト性能。同じ距離を走るのに必要な費用を比べると、電気はガソリンよりも格段に割安ですので、電気自動車はお財布にも優しく経済的です。そして3つ目は走行性能。電気自動車が、そう思っていませんか？走るんです。しかもとても速く。電気自動車は同クラスのガソリン車よりも優れた加速と走り始めからの力強さを体感できます。そしてこの電気自動車の走りを極めたのが I need sports。前輪両輪にインホイールモーターを装着し、 SAWC の安定した走行性能と同時にさらなるパワーアップを実現しました。それではこの I need sports で近い将来の電気自動車のある暮らしを覗いてみましょう。モニターをご覧ください。充電はまるで携帯電話と同じように家庭用のコンセントでできます。ガソリンスタンドへ行く必要はありません。充電開始から8時間、朝になったらプラグを抜いて出かけましょう。アクセルを踏み込むと、そのレスポンスの良さが走る喜びを極めてくれます。スポーツはソーラーパネルや風力発電用ファンを装備し、補助電源に利用、環境性能の向上を図っています。コードをつなぐことなく充電ができる無線充電システムも開発中。ショッピングセンターでは駐車場に入れるだけでお買い物中に充電が済ませられます。
しい地球を守るために、子どもたちに未来をつないでいくために、ローインパクトからゼロインパクトへ、三菱自動車は CO2 ゼロで新しい明日を走り始めています。